ロンドンには今回初めてレコーディングで行ったんですけれども、あのロンドンっていうのはね、パンクとかそういうファッションの人たちがいっぱいいて、で結構ごちゃごちゃしてる街なのかななんて思って行ったんですけど、全然違ってて、緑もすごく適当にあって、東京だと緑を見てもその先を見ちゃうとつい現実に引き戻されるという感じで、なかなか落ち着かないんですけど、向こうの場合はあの建物がレンガ造りが多くて、遠くを見てもあまり現実に引き戻らずに、もっとすごく自分の世界に浸れるみたいなね、そういう感じですごくいい街だななんて思ったんですけども、で前にニューヨークに行ったこともあるんですけど、その時はなんかニューヨークっていうのはとてもドキドキしていいんだけども、でもあまり一人で散歩したいなとか、なんかそういう落ち着いた感じがあんまりないというか、だからニューヨークだったらちょっと旅行するのは良いけど、はい、住むのロンドンがいいな。生まれた時からあんまり生まれた時から変わらないですけど